朝あたりはね、もう真っ暗、ほとんど真っ暗系になりました。まだね、6時ぐらいだと思うんですけども、見てください。ちゃんと映ってないかな、おそらくね。じゃあ今ね、あのメスティにご飯入れて、今ご飯炊いてます。ちょっと早いですけどね、もう晩ご飯にしようかな。いや、ほんと暗いわ。もう真っ暗けでね、何も見えへんね。さあ、今夜の晩ご飯ですね。キムチ鍋です。このね、寒空の中なのでね、まあ、ちょっと辛いものをいただきたいと思います。よいしょ。はい、今日2本目ですね。暗くて映らんね。よいしょ。さあ、ご飯開けてみましょうか。メスティンで炊いてみました。じゃん。おお、めっちゃ上手に炊けてるんですけど。おお。どれどれ、ちょっと。うわ、めっちゃ湯気で曇ってる。どれどれ。お、見て、ほら。ちょっと食べてみますよ。よいしょ。うわ、何これ、めっちゃ上手に炊けてる。マグレや。よし。あ、だいぶ来てるね。じゃあだいぶね、煮えたんでね、いただきたいと思います。うわ、美味しそう。よいしょ、ほら。あ、うまいわ。めっちゃうまい。ほらね、暗くてね、映りませんね。うん。うまい。めっちゃおいしい。締めはね、ラーメン入れてみました。これも多分おいしいでしょうね。ごちそうさまでした。美味しかったです。晩ご飯いただきました。まあ、まだね、早い時間ですので、まあ、ちびちびとお酒飲みましょうかね。まあね、お風呂ね、やるらしいんですけどね、ちょっとあまりにも寒いので、ちょっとお風呂無理かな。ちょっと飲みましょうか。はい。とにかく飲みます。さあ、夜もね、10時半回りましたんでね、もうそろそろ寝ようと思います。今ね、テントの中入りました。まあ、一応シュラフはあるんですけど、ちょっと今毛布だけで、まあいけるかな、どうだろうか。まあ寒かったらね、シュラフしようと思いますけど、もう外真っ暗です。じゃあそろそろ寝るといたします。おやすみなさい。おはようございます。ソロキャンプ2日目の朝でございます。ただいま朝のね、7時ぐらいですね。はい、案外ね、心地よく目覚めしました。ただ夜はね、もうめっちゃくちゃ寒かったです。まあ、幸いですね、ロースのね、シュラフがあったのでね、それを着てぬくぬくと寝ることができました。ちょっと今から
こうなって朝ごはんの準備しましょうかね。あー寒いなマジ。